僕、体が今、すっげえ痒くて。えあの、逆流性食道炎は、まあ、無事、治ったんすけど。ああ、よかった。今、体が、え赤いじゃないですか。うわ,うわ痒くて。えなんで逆流性食道炎の、あれいや、さっきね、あの、津田健次郎さんと、はい。ちょっと飯でも食うかってなって、はい。喫茶店行ったんすよ。ええ。 猫がめっちゃいてえ。猫カフェえ,え,、ね、えいや、猫が普通にいる喫茶店。え、何それすごい。いや、でも面白かったよ、なんか。えー、普通に、あ、じゃあ、こちらの席どうぞって言われたら、2匹ぐらいは猫いるんだけど、その喫茶店に。俺も初めて行ったんだけど、普通に俺の席に猫が寝てて。いいどうどうやって座ればいいのぐらい、もうめっちゃもう飲み飲み。え何、何かわいい。 こう、ここでいいか、みたいな感じで、ちょっと猫に、ちょっと横にずらして座って、それでもずっと横で寝てて、可愛いと思って慣れたら、俺、若干猫アレルギーだからさ。なんで忘れてたんですかいや、忘れてないんだけど、やっぱでも先輩と話したいじゃん。で、津田さんも気を使って、猫大丈夫、アレルギーじゃないって言われたんだけど、 なんかアレルギーって言うとこの店ダメかなって思ったから。あ、行って初めて猫がいるって知ったんですかいや、知ってたんだけど、なんかね、<の>いや猫いるんであのカフェみたいなこと聞いたんだけど。その時に言うんだ、ね、俺猫大好きだからさ、う猫超会いたいわって思って行ったら。思ってたよりダメだった。思ってたよりダメだったね。<あ> <laughs> 意外と。ええ、でもそうなんだ。猫アレルギーで痒くなる人、本当になんかそんな、結構もうね、だって痒い,い部分今、赤紫っぽくなってますけど。ね、そう、結構痒くなっちゃって。いや、津田さんのあれでは全然ないんだけど。ええ、まあそれは僕が勝手にね、いや、猫アレルギーじゃないっすって嘘ついたから。<laughs> <laughs> そう、いや、でも、可愛かったなと思って。いや、なんかまあ猫ももちろん可愛いですけど、いや、なんか <laughs>、確かに。いや、なんか。いや、かい。すげえ、こんな痒くなるんだって思った。え、大丈夫 津田さんと津田さんとは、ちょっとラジオでは言えない話。<laughs> いやでも映画の話とかですね。映画とか、業界の話とか、芝居の話とか、うん。あ、芝居の話するんだ。おー、するする。津田さんめっちゃ好きで、そういうの。うん、津田さんそうですよね。ねして、いや、すげえ濃密な、1>, 1時間ちょっと過ごしましたけども。いや、なんか猫も可愛いですけど、もちろんなんか津田さんと、 えの、えのきじゅんやさんが。えのきじゅんやが猫がいる。いや、戯れてるの、それもまた可愛いですよね。ハンバーグ食いながら。<laughs> いいじゃないですか。面白かったです。微笑ますしい。